J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今月はアキさんがお休みということで一人でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。言語の学習の中にこれ真似をすることってすごく大事だなというのは、僕がもう英語本当に苦手だった頃からもう一番最初からですね、もうこれは真似しかないなっていうふうに思って結構真似を取り入れてきたんですけども、まあそれが結果として良かったなというところがあるので、まあ今日はそのお話をしたいなと思います。ね、人の真似が得意な方、例えば学生時代先生の真似をしていたとかですね、今上司の真似をするとかですね、そういう真似が得意な方は結構これ学習に取り入れると上達早まると思います。で、真似が得意ってどういうことかというと、その人の特徴を捉えるのが得意っていうことなので、例えば話し方とか、声色とかイントネーションとかですよね、まあ、仕草っていう場合もありますよね。で、ちょっとまあ話変えますけども、この真似るって英語で何というかなんですけども、これは imitate って言ったりとか、あと mimic ですね、こういう単語を使われます。で、この mimic っていうのは動詞で使うと真似るですけど、名詞で使うと真似る人ですね、真似る人。で、モノマネ芸人なんかはこの mimic とか、あとは impressionist って言ったりもします。まあ、日本を代表するインプレッショニストといえば、まあ、コロッケさんかなと思うんですけども、僕は一回コロッケさんのモノマネ、ライブを見に行ったことがあってですね、やっぱりテレビでも盛り上がりますけど、ライブっていうのはそれ以上に、テレビ以上に盛り上がるなというのを体験しましたけども、で、まあ、五木ひろしさんのモノマネとかですね、三河健一さんのモノマネとか、まあ、おなじみのものをやりつつ、で、最後の方に、今練習中のモノマネがあるからやってもいいですかということでですね、まあ、そういうのってテレビでやらないですからね、まあ、ライブの醍醐味かなと思うんですけども、で、僕もその時初めてですね、コロッケさんの何のモノマネだったか覚えてないんですけども、まあ、今練習中のモノマネがあるということで、やってたんですよね。で、そのモノマネは至ってこうなんというか普通というかデフォルメ全くしてない感じなんですよね。ロボットの五木ひろしとかっていうのがコロッケさんの、まあ、代名詞な感じはしますけども、練習中のモノマネ全くそういうのなくて、まあ、至って普通な感じで、でコロッケさんもその後に言ってたんですけども、最初ってこういう感じなんです、もうただ真似るだけなんです、ただずっとやり続けていくとだん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 変なになっちゃうんですっていうようなことをおっしゃってたんですけども、いきなりデフォルメにはしないんだなっていうのは、まあ、その時のこう学びですよね。すごくこう楽しい中にもふと、やっぱり真似るっていうのはまずは徹底的に似せなきゃいけないんだなっていうのをすごくその時に感じました。で、当然似せるためには、まあ、見本をじっくり見て、でたまたま似てたっていうので追えないことが大事ですよね。やっぱり再現性がないと、特にモノマネ芸人さんなんかはいろんな舞台でかけなきゃいけないので、再現性がないとダメっていうことは、もう何度も見て何度も練習してっていう、この見本をとにかく日常的に繰り返していくっていう、これはモノマネに限らずスポーツだったりとか、あと楽器の演奏とかですね、僕もこれセミナーでよく言うんですけど、上達のプロセスって全部共通していて、まあ、それは見本を日常的に繰り返すことなんですってことをお伝えするんですけど、まさにでもモノマネもコロッケさんのそのモノマネも一緒だなってその時に感じたんですよね。で、モノマネの歴史っていう本があるんですけども、それを見るとですね、読むと、日本では
このモノマネ文化ってこう平安時代あたりからこう続いてるらしいんですね。で、あの能とか狂言とか、まあ、歌舞伎ですね。まあ、歌舞伎っていうのは能とか狂言から発展してきたものなので、能とか狂言もモノマネ、まあ、猿のマネとかですね、そういうのからこう入ってますし、世阿弥の風刺家伝っていう本がありますけども、まあ、それもこうマネの技術に関することが書かれてるんですね。で、例えば天皇、まあ、普段普通の一般の人は見ることもない、会うこともない、そう天皇のこう仕草とか、どういうふうに演じればいいのかとか、まあ、貴族を演じるにはどうしたらいいかっていうのをこう細かく書いてある。だから真似するためのマニュアルがあるっていうことなんですよね。で、まあ、そういった歴史があるからかどうかわからないですけれども、結構日本人というのは真似がうまいっていう、まあ、評判があったみたいで、特にあの魯迅っていう中国から、日本にも留学されていた、まあ、これは1902年から、7年間ですね、日本に留学していた魯迅によると、まあ、当時あの中国から日本ってすごくこうバカにされていたということでですね、日本人っていうのはあの真似はうまいけど創造性ないよねっていうので、まあバカにされていた中で、日本で学んだその魯迅は、いやいや、あのこの真似模倣ですよね、この模倣のうまさっていうのはやっぱ学ぶべきなんですっていうことを言われて、でこの真似がうまい、模倣がうまいっていうことは、それは短所ではなくて長所なんだ。でその模倣をうまくしてさらに創造性を加えることで、もうどんどん発展していきますっていうようなことを、まあ、言っていたということを、そのモノマネの歴史に書いてあったんですけども、これってじゃあこう世界的に見て日本人がモノマネ得意なのかっていうとちょっとわからないですけれども、まあ、商品とかサービスとかですね、いうのとか、あとはまあ歴史を振り返ってみても、まあ、仏教を取り入れたりとか、また海外から技術を取り入れたりとか、まあ、高度経済成長なんかの時もそうだったと思うんですけど、とにかくあのそういう乏しかった頃からすると、もうとにかく海外の真似をしなければいけなかったっていうところがあるので、まあ、そういう意味では、真似しなければ、まあ、真似っていうのが一番上達早いですからね、自分で工夫しなくていいですからね、これ英語学習にももうそのまま使えるかなというところで、まあ、特にさっきお話しした見本を日常的に繰り返すっていうことをどれだけ語学学習に取り入れられるかかなっていうふうに感じています。で、ただこれ、例えば英語学習していく中で、こういう場合にはこういうふうに言うとかって、こう表現集ってありますよね。で、あれはあれでもちろん役に立つんですけども、使い方がちょっと分かんなかったりするんですね。どう使えばいいか。で、こういう時にはこう言うんですよっていうのまでは分かるんですけど、で、音声ついてたら言い方までは分かるんですけど、じゃあ実際にどういう場面でどういうふうに使うことでどう聞こえるのかっていうのは、いきなりその本で学んだことを自分で使えるかというと、まあもちろん使えはするんですけど、感覚が分からないっていうケースもあると思うんですよね。で、そこでじゃあ真似する対象って何がいいかというと、やっぱり実際に使われている場面がわかるもの。例えば映画とか、あとはプレゼンであればTED トークとか、そういうものを使うことによって、この状況が手に取るようにわかるので、真似がしやすいと思うんですよね。で、例えば会議で英語を使う必要があるという場合は、もちろんあの会議に必要な表現を学ぶっていうのも一つありますけども、ただ実際はじゃあ会議のその場面でいつどのように使えばいいかっていうのは、あの見本がないと表現だけだとちょっと弱いかなっていうふうに思うので、まあ、それよりも例えば、会議で英語を使う必要があるのであれば、会議のシーンがある映画を見本として、まあ、どういうふうに会議を始めればいいのか、意見が出なくなった時はどういうふうに意見を促せばいいのか、まとめるときはどういうふうに、どんな表現を使えばいいのかっていうのを、その映画とか、まあ、YouTube でもいいと思うんですけども、その会議のシーンを扱っているものを使って、あ、こういうふうに言えばいいんだな、こういう流れで、しかもこういう声色で言えばいいんだなっていうのが分かると真似しやすくなるんですよね。で、プレゼンテーションであれば、まあ、もちろんプレゼン系の映画でもいいと思いますし、あとは TED トークとかですね、っていうのを見ることで、あ、こういうのを伝えたいときにはこういう表現があるんだなとか、
例えば There are three points about this みたいな感じで、何か3つ伝えたいことがあるのであれば、まず3つポイントがありますとかって言ってから First 何々って言った方が、まあ、聞き手にとっては伝わりやすくなるんだな、理解しやすくなるんだな、まあ、頭の中にこう3つの箱を用意しておいて、まあ、これから3つ話すんだなっていうのを事前に分かるので、そうするとこう聞きやすくなりますし、さらに、あ、3つってなんだろうなっていう興味を持たせることもできるしっていうところで、あ、そういう効果があるんだなっていうのも、おそらくそういう映像、まあ、映画だったりテッドを 見ながら把握することができるので、真似しやすくなりますよね。あとはもう経験を踏んでいくしかないですけども、ただそこに再現性が出てくるので、まあ、見本を見てそれを日常的に実際の場面で繰り返し使っていくことで、あ、これ伝わるなとか、逆にこれ伝わらないなとかですね、いうのがつかめてくるので、再現性が出てくるんですね。で、その中で例えば、じゃあ会議が扱われてる映画って一体何だろうっていうので、あんまりこうパッと思いつかない、映画本当に大好きな方は思いつくかもしれないですけど、僕なんかはあんまり映画見ないので、会議が出てくる映画何ですかって言われても分かんないんですよね。まあ、ビジネス関係の映画ですねぐらいまでしか分からないので、じゃあビジネス関係の映画って何ですかって言われても分かんないので、その時におすすめなのがやっぱりチャット GPT ですね。これさっき実際に調べてみたんですけども、チャット GPT で、ビジネスの会議の表現を学べる映画を10分教えてくださいみたいな感じでこう打ち込んだら、ちゃんと10分教えてくれるんですね。その中には、知ってる映画も、ありましたけども、やっぱ知らない映画もあります。で、その中で、あと説明も書いてくれてるので、あ、こういう感じのミーティングがあるんだなとか、っていうのも説明も書いてくれてるので、そういう感じで、まあ、チャット GPT を使って、まあ、10本でも20本でも30本でもこう出してもらって、その中で良さそうなものをピックアップして、見てみたりとかですね。もちろん映画が全部が全部会議の話ではないので、その映画の中でも本当にちょっとの場面だと思いますけどね、まあ、逆にちょっとだからいいんですよね。2時間全部会議だとどこ見ればいいかわからないので、なんでその中でこう早送りしながらとか、まあネットフリックスなんかにあるのであれば、飛ばしながら見て、で、あ、ここ会議のシーンだなっていうところをちょっとじっくり見てみて、で、使えそうな表現があったら、それ書き出してみて、あとはシャドーイングしたりとかですね、いうふうにすることによって、まあ場面もわかりますし、どういうニュアンスなのかっていうのも、まあ、映像があることによって分かりやすくなるかなと思うんですよね。で、さっき調べたもので言うと、会議の表現を学べる映画を10本教えてくださいというふうにチャット GPT に言ったところ、書いたところですね。10本教えてくれて、例えばウォールストリートとかですね、これ説明がニューヨークの株式市場を舞台にビジネスの道徳とエチカスについて考えさせられる映画っていう感じで、まあ、説明も書いてあります。で、2番目マネーボール。マネーボールは実際の事件をもとにデータ分析を活用してスポーツチームを改革する過程を描いています。多くの戦略会議が映画内で行われますとかですね。あと3番目ソーシャルネットワークですね。Facebook の創設者マーク・ザッカーバーグの起業家としての成功と葛藤を描いた作品、ビジネスミーティングや訴訟の場面などが詳細に描かれています。まあ、こんな感じで、どういうふうに会議でが登場するかみたいなのも出てきてますね。4番目、アポロ13ですね。NASA の会議室での緊急の打ち合わせや危機管理の場面が多数登場します。みたいにこう書いてあっているので、あ、こういうのも見てみたいなっていうのがあれば、そこからピックアップして見ることもできますよね。で、プレゼンの表現を学びたいという場合には、まあ、これもチャット GPT にビジネスにおけるプレゼンテーションの英語を学べる映画を10本教えてくださいと言ったところですね。さっきのウォールストリートとマネーボールとソーシャルネットワークは入ってましたね、こっちにも。で、ジョブズ。スティーブ・ジョブズですね。アップルの創業者、スティーブ・ジョブズの人生を描いた映画で、彼のカリスマ的なプレゼンテーションが見られますと。
というような説明もありますので、でこれってあのビジネスにおけるプレゼンテーションの英語を学べる映画を10本教えてくださいとか、会議のシーンを学べる映画を10本教えてくださいっていう結構こう抽象的な感じで書いているので、まあ、そうではなくてもっと、製品発表のプレゼンが学べる映画とかですね、ブレインストーミングの会議の表現が学べる映画とかっていう風にするとまた出してくるものは違いますね。具体的であれば具体的なほどいいと思いますので、こういう英語を身につけたい、でこういうシーンで英語を使わなきゃいけない、使っていきたいというのがあれば、それを言語化してチャット GPT に打ち込むと、あのそれに合わせたもの、本当にこれあのインタビューでも谷圭さんおっしゃってましたけどね、やっぱ抽象的なことには抽象的にしか返してくれないので、なるべくこう言語化して具体化して個別化して書くことによってやっぱ欲しい情報、必要な情報を返してくれますので、ここはもうあの皆さんに合ったシーンとか表現とかですね、というので検索していただくといいかなと思います。でそしてこう真似をしていくという感じですよね。で今のこう表現という感じでしたけども、もうちょっとこう細かく言語的な側面で、例えば発音とかですよね、だったとしても、まあ、もちろんこう発音の教材を使って、口の開け方とか、舌の位置とかあって、そういうのをじっくり知識として入れていくっていうのもまあありなんですけども、まあ、でも実際は声出さないと発音って身につかないので、まあ、そういうのもやりつつ、あとは徹底的な真似ですよね。同じ音を出す、同じリズムで話してみる。もうこれカラオケと一緒ですよね。同じメロディーで歌ってみるっていうのがカラオケなので、まあ、英語に関しても同じメロディーで喋ってみる。まあ、とにかくそこはもう真似なので、同じ音を出すために、それは同じ音を出すっていうのはもう真似ですからね。で、見本があって、それを日常的に繰り返すことになるので、でたまたまうまい発音ができたではなくて、やっぱり再現性がなきゃいけないので、まあ、その結果何度も繰り返すことになるので、やっぱりそれは上達していきますよね。例えばこう英語を聞いていて、ちょっと早すぎて何言ってるか分かんないな、でも書いてあるものを読めば分かるっていう、この音と文字のギャップがある場合は、これってなんで英語が早く聞こえるかというと、それ日本語のリズムで聞こうとしているからっていうケースが結構あるんですよね。日本語のリズムで聞こうとすると、やっぱり英語は早いです。逆に英語のリズムで日本語を聞くと、日本語早く聞こえるんですよね。僕はあの日本語ネイティブなので、あの英語のリズムで日本語を聞くことはもうできないんですけども、ただやっぱりあの日本語わからない方に聞くと、まあ、日本語早いって言われたりしますよね。それはもう英語のリズムで聞いてるからなんですよね。で日本語の場合はこれおじい様とおじ様と王子様、これ3つ違う単語ですよね。でイメージも違うもの出てくると思います。おじい様、おじ様、王子様、3つ違うの出てくると思うんですけども、英語のリズムで聞くとこの3つは同じように聞こえるんですよね。だから日本語は日本語のリズムで聞いて、そして話す必要がありますし、英語は英語のリズムで聞いて、英語のリズムで話す必要があるので、それを身につけるにはやっぱりこれ知識だけじゃなくて、まあ、徹底的な真似をすることで、まあ、喋れることは聞けるってよく言いますけどね、もうまずはこう練習して英語のリズムで話せるようにしていく。でその練習としてやっぱりいいのは、一つはオーバーラッピングですね。音声にぴったり重ねて言っていく。でこれぴったり重なるっていうことは英語のリズムで話せているっていうことですからね。で音読するときはもう絶対に録音していただきたいんですよね。やっぱり話しながらは分析自分でできないので、自分が話しているものを聞いて、でそれを分析する必要があります。で最初はやっぱ自分の声聞くの嫌ですよね。英語どころか日本語でも自分の声聞くの嫌だと思うんですけども、あの大丈夫です。2週間で慣れます。2週間は我慢する必要がありますけど、2週間で慣れます。だからあの録音して聞いて、なんかお手本と違うなっていう場合はずれてるので、そのずれの修正です。そのずれの修正をするときに徹底的に真似をしていくっていうことが必要になってくるかなという感じですね。はい、このモノマネですね、まあ、モノマネというかこう真似ですよね。これは工夫がいらないので、まあ、努力がいらないという方はちょっとまた違うかもしれませんけど、工夫がいらないんですね。とにかく同じ音を出す、
同じリズムで話すっていうところなので、見本にぴったり重ねる、合わせていくっていうこと、まあ、これが真似なので上達はやっぱり早いです。ぜひ自己流で結構話してきたなという方はですね、見本を使って真似をしていく、でその真似をする過程で自分で分析したいので、ぜひ録音を取り入れていただけたらと思います。Useful expressions. 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現のご紹介です。今回の名言は William Arthur Ward。William Arthur Ward という人の言葉です。The pessimist complains about the wind.The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. 悲観的な人は風について不満を言う。楽観的な人は風向きが変わることを期待する。現実的な人は歩を調節する、まあ、必ずしもこう楽観的なのがいいわけじゃないですもんね。全部プラスに捉えて、いや大丈夫だよ、もうそのうち風向き変わるよっていうのもまあまあありはありかもしれませんけども、この現実的な人は歩を調節するですね、まあ、風はもうこのままだ、じゃあ歩を調節して、でちゃんとこの風向きでも前に進めるようにしようと、まあ、歩を調節することで向かい風であったとしても前に進めるようになりますからね、まあ、これってこう、まあ、ペシミスト、悲観的な人、風について不満を言う、まあ、なんか相手の文句を言う感じですかね。で楽観的な人は、まあ、相手はもういつか変わるよっていう感じですかね。で現実的な人は相手変わらない、もうこのままだから自分を変えるみたいな感じかなと思うんですけども、まあ、ここの中から英語ですね、ペシミストとかオプティミスト、こう人の性格を表す呼び方って、ありますよね、まあ、楽観主義者、オプティミスト、悲観主義者、ペシミストですね。あとまあ日常的に使えそうなものだと性格で言うとパーフェクショニストですね、perfectionist、はい、こう完璧主義者ですね。あと minimalist、 minimalist、 ミニマリストですね、はい、これカタカナでそのまま使いますけどね、はい、まあ、TOEIC ではあんまりこういう性格っていうのは、まあ、オプティミストっていうのは出てこないですが、オプティミスティックなんとかみたいな楽観的な考え方とかっていうのは出てくるかもしれないですけどね、ジョンはオプティミストだからみたいな出てこないかもしれませんけども、まあ、TOEIC によく出てくるのは性格というよりは、例えばパート1で言うと The man とか The woman とか People っていう、まあ、表現もありますけども、こう人がいる場所によって呼び方って変わりますよね。例えば今であれば、皆さんはThe man もしくは The woman ですけれども、ポッドキャストを聞いているという意味ではリスナーなわけですもんね。で僕は The man ではありますけれども、まあ、ポッドキャストのこの内容を喋っているという意味では Speaker なわけですもんね。でこの後例えば、外に行って、歩いてコンビニに行くとします。で歩いている時は歩行者なので Pedestrianですね、ペデストリアン。でコンビニに入ったら今度は買い物客になるのでショッパーに変わります。ショッパーですね。でそこからどっか電車で出かけようかなというのは、電車に乗ったら今度はパッセンジャー、乗客になりますよね。で駅降りて自転車借りてサイクリングでもしようかなってなったら、今度はサイクリストってなりますよね。サイクリスト、自転車乗る人ですね。やっぱ自転車疲れるからレンタカー借りてドライブしようってなったら、今度はドライバーってなりますので、結構こうパート1はいる場所によって呼び方が The man, the woman, people ではなくて、いる場所によって呼び方がこう変わってきますので、ぜひ今みたいな感じでですね、今ここにいる人は一体何なのかですね。
例えばまあ病院はあんまりパート1で出てこないですけども、例えば The man, the woman だとしても先生だったとしたら、医者だったとしたら Doctor ですし、治療を受けてる側、診察受けてる側だったら Patient、患者さんってなりますからね。はい、なのでこういる場所によってこの人って呼び方英語でなんていうのかなっていうのを考えると、まあ、意外とこう勉強にもなりますし、パート1にも結構出てきますからね、ぜひそういった、まあ、人の性格、さっきの、ペシミスト、オプティミスト、リアリスト、それからパーフェクショニスト、ミニマリスト、まあ、他にもたくさんありますので、思いつくものを英語で調べてみて、調べてみるといいかなと思いますし、パート1、トイック学習されている方は、パート1に出てきそうな、場所によっての人の呼び方ですね、こういったものも学習してみてください。第189回をお送りしました。皆さんはゲームってされますか？ゲーム。僕はゲームはあんまりしないんですけども、たまになんかハマってしまうことがあるんですよね。こうなんか SNS とか見てて、たまたま広告、ゲームの広告があって、ふと、あ、面白そうだなと思って、それやり始めたらもう、数日間は無駄になってしまうっていうのが結構ありますね。パズル系のものとか、野球ゲームみたいなやつですね。たまになんかこううまく入ってくるやつがあるんですよね。それはちょっとダウンロードして始めると気づいたら2時間経ってるみたいなのがあります。はい。でちょっと話変えますけどね、そういうこれってまあ自制心とも関わってくるかなと思うんですけど、もちろんゲームやっちゃいけないってわけじゃないんですけどね、僕はこう、やりたくてやったっていうよりはなんかふと引きずり込まれたみたいなところがですね、ありまして、でこれってまあ自制心のところかなと思うんですけど、子供時代のこう自制心をこう測るっていう研究ですね、実験があって、これ本で読まれたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、これ子供時代の自制心とあと将来の成功の関連性を調査した実験っていうのがあって、これが1970年前後ですね、1960年代後半から70年代前半ぐらいに行われた実験なんですけど、スタンフォード大学の心理学者で、ウォルター・ミシェルっていう人が行ったマシュマロテストっていうのがあるんですね。でこのマシュマロテストって何かというと、子供が部屋に行って、でテーブルの上にマシュマロが一つ置いてあるんですね。でお母さんちょっと出かけてくるから、で帰ってくる前食べないでねって言うんですね。でマシュマロ食べなかったらお母さん帰ってきてから後でもう一個あげるね、その代わり食べたらもう一個あげないよって言ってお母さん出ていく。でその子供は果たしてマシュマロを食べずにいられるのかどうかっていう酷な実験があるんですけどね。はい、これマシュマロを食べなかった子って工夫してるんですよね。何をしたかというと、やっぱマシュマロがそこにある、お母さんいない、自由に食べられるんですよね。で食べていいんだけれど、やっぱり、もう一個欲しい、だからそういう意味では今は食べてはいけないっていうこの葛藤ですよね。でこの葛藤に負けちゃった子ももちろんいます。で勝った子はどうしたかっていうと、このマシュマロが目につかないようにしたんですね。マシュマロ見ながら我慢するって、これ犬だったらもうよだれだらだら流れてきてますからね。なんかこう見ないようにするっていう工夫するんですね。で僕はゲームに戻しますけど、話をゲームこうしばらくハマった後は、これはちょっとどうもゲーム大好きなんですよね、もう元々ゲーム大好きなので、あえてこうやらないようにする。テレビも大好きなんですけど、テレビあると見ちゃうので、だからテレビ持たないっていう風にしてるんですよね。それはマシュマロテストみたいなもんです。もうマシュマロも見てたら食べたくなっちゃう、テレビあったら見たくなっちゃう、ゲームあったらゲームしたくなっちゃうので、なんかどうしたかっていうと、もうそのまあゲーム始めてしまったことはもうしょうがないですね。でまあ楽しかったです、楽しかったんですけど、このままだとちょっとハマってしまう、もう実際ハマってますからね。で、ある時に、この自制心強まる瞬間ってあるんですね。自制心強まる瞬間。アンケートとかも、僕アンケート、研修のアンケートとかもらった瞬間には読まないんですね。なぜかというと、ショックなこと書いてあったら、なんか立ち直れないなって思うので、
や、でも全然もちろんここ良くなかったとか改善点とか書いていただくのはすごくありがたいんですけども、そのありがたい反面、なんかあー失敗したのかって思うのがちょっとなんかまた、ショックなので、アンケートって結構今だったらこうショック受けても大丈夫だなっていう瞬間まで取っとくんですね。でそれって突然来るの でその時にそれまではこうアンケートを持ち歩いてるんですけど、で今大丈夫だってなったらこう読んで、で、まあ、良かった点とか改善点とかっていうのをこうありがたく読ませていただいて、あこれ良かったんだなとか、あ確かにここ改善点だったなっていうふうに客観的にこう捉えられる瞬間っていうのがあるんですよね。ですのでそういう瞬間まで持っておくんですけども、でゲームにも戻しますけど、ゲームの場合もなんか今だったらゲームやめられるっていう瞬間が突然来るんです。その時どうするかっていうと、アプリを消します。アプリがあるからやってしまうので、もうアプリ削除するんですね。はい。でそれ以来はもう覚えてないので、何のゲームだったかとかもう完全に忘れちゃうので、ハマったこととかも忘れてしまうので、またそのゲームやりたいなって思い出すことはないんですけれども、はい。なのでゲーム好きでやるっていうことは全然問題ないと思いますし、こう趣味でとかこう楽しみのためにっていうのでも全然それは問題ないんですけどね、なんか気づいたら時間無駄になってたなみたいな時はちょっともったいないので、もし同じような、経験をされている方はですね、アプリ消しちゃうっていうのをおすすめします。はい。まあ、テレビをなくすっていうのはなかなかご家族の協力とか理解とかっていうのは必要かもしれないので、ただ一人暮らしの方でついテレビやると見ちゃうんだよな、でもいらないかもなって思われてる方はもう処分するとかですね、まあ処分するまでいかなくても電源すぐ入らないようにコンセント抜いておくとかですね、あとリモコンの電池も抜いておくとか、あとリモコン片付けておくとかですね、どっかにしまっておくっていう風にすると、あ、めんどくさくなりますよね。テレビ見るためにはまずコンセントを入れて、でリモコンしまってあるのでリモコン出しに行くのめんどくさいので、テレビのスイッチつけて、でチャンネルのボタンをポチポチ押していくっていうことをやらなければいけないので、あえてこうめんどくさくすることによって、まあ、仮に自制心が弱かったとしても、まあ、そっち、まあ、そこまでやるほどじゃないなっていうものは行動しなくなるので、これはおすすめです。はい、ぜひそういう工夫ある方はですね、他にも工夫があるという方はぜひ教えていただけたらと思います。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。リスナーの皆さん、今週もありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.